こんばんは。今日はこちらの食材を使ったスティック大学芋に挑戦していきます。では切っていきます。では水に10分ほど浸かしておきます。10分浸かしたらキッチンペーパーでよく水気を切ります。フライパンを熱して油を敷きます。さつまいも入れます。砂糖を入れます。みりんを少し入れます。胡椒油を入れます。黒いりごまを入れます。はい、北川博之特製スティック大学芋の完成です。ね、揚げなくて作れるから簡単。はい、スティック大学芋が完成しました。早速食べてみたいと思います。うん、甘くて美味しい。うん、おやつに最適。